はい、どうも、ティーチャーです。今回です。今日はこちら。今日はですね、まあ、いろいろね、ガチャとか来てたりするんですけど、今回はそちらではなくて、そう、一応ね、新しいガチャ来てるんですけど、大利上げ派ガチャね、言いづらいけど。まあ、これはですね、チャージ特典がありますので、まあ、2日間しかないんですけど、これが溜まったらね、引いていきたいですね。で、今回ですね、オーバーロードコラボの詳細がまた判明しましたのでね、こちら紹介していきたいと思います。コラボイベント参加で豪華報酬ゲットということで、コラボコインは20連分いけるっていうのはね、昨日の動画でもお話ししましたね。で、真ん中のやつがストラップ。これもね、この画像じゃなくて、ここのね、欄から見れるようになってるんでね。うん、これももともと判明してましたね。で、リュック。これリュックいりますかね、これ。アインズウル、なんだっけ、主人公ね。主人公の骨バージョンのリュックみたいな。まあ、骨というか、もともと骨だと思うんですけど、まあ、このリュックがもらえると。で、今回ね、その、オーバーロードでは衣装配布がないので、まあ、今回ちょっと、なんか、しょぼめな感じかな、配布としては。割としょぼめな感じにはなってますけど、で、コラボスキンとかはまだ判明してないので、おそらくね、明日のお昼ぐらいにはね、判明するかなと思います。まあ、それはちょっと動画にしなくてもいいかな、前日なんで。はい、そんな感じになってますね。で、イベントなんですけど、今ですね、これ新しく追加来てて、ペニンシュラ大脱走に週末コレクション鑑定率 300% アップというイベントが来てまして、これね、昨日が金曜だと思って、てっきり。この20時から21時に1時間やったんですけど、結構でも出たんだけどな、たまたまでしたね。これ今僕が邪魔ですけど、これね、コレクションドロップ率が 300% になってるんで、これはね、やった方がいいかもしれないですね。1時間限定ですけどね。で、そう、昨日ね、鑑定品をかなり集めれまして、ゼロだったんですけど、こっからですね、なんと、50個まで増やすことができましたね。すごない?昨日別に 300% アップしてない状態で50個までいけたんで、おそらくね、これ1時間やりまくると、多分100個ぐらいワンチャン手に入るんじゃないかなと思うので、ぜひね、皆さんこの週末コレクションイベントやってみてください。で、オーバーロードは明日の0時からですね。もういろいろ大変ですけどね。はい。まあなので、今日はね、別にそんなにね、オーバーロードあまりもう紹介することがないので、ぶっちゃけ言うと。ぶっちゃけもうないので、コラボ情報についてはもう終わりですね。まあ、ちょっとこの辺の農場のやつとか、コインね、溜まってるんで、これ交換しようかな。毎回育ててもね、盗まれますからね。はい。悲しいですけど。と、これ柴犬ね。はい。まあ、これぐらい交換しときゃもう全部、ほぼもう大丈夫かなって感じだね。はい。で、そう、せっかくね、これ50個あるんで、50個一気に開けちゃいましょう。これ。開けてきます。はい。ちょっとこれね、時間かかるんで、もう連打していきますけど、まあ、超レアが出たら嬉しいですね。まあ、また何人かね、その電動出てる人ちらほら見るんで、僕も当てたいんですけどね。なかなか厳しい。でも金枠の衣装がね、ぶっちゃけ欲しいんだけどね。あれ出てる人、今んとこ一人も見たことないんで、あれが欲しいな。まあ、50個開けたら、2個ぐらいは多分超レア出ると思う。なんか出た。なんか金枠出た。なんか金枠出ちゃった。まあ、金枠はね、別にいいんだけど、むしろちょっと超レアの方が欲しいですけどね。はい。まあ、一応明日から、いや、今日か。今日から、週末なんで、金、土、日の、8時から9時かな?あれ、どっちだっけ ?9 時から10時?どっちだっけ ?9 時から10時かな?確か。だと思うんですけど、その際はぜひね、この、ペニンシュラ大脱走やってみてください。なんか新しい、その、ガチャじゃねえや。なんか新しいね、鍵みたいなのも登場してて、それをゲットすると、なんか後に使えるアイテムみたいな感じになるんでね、それもね、ぜひゲットしてみてください。僕はね、昨日1時間ぐらいやって鍵は出なかったですね。結構多分レアドロップだと思うんで、ぜひ皆さんね、やってみてください。300% アップってさ、めちゃくちゃアップだと思うんだよね。ちょっとまあやってみようかな、今日。やろうとは思うので、ぜひ皆さんもね、大脱走やってみてください。まあ普通にね、こんな感じで外れでも、全然なんかオレンジ枠とか、オレンジチップとかもね、もらえますんで、割とオレンジチップって当たりだと思うんだよな。無料でこれだから、全然いいと思うので、ぜひね、1時間だけちょっとやってみてください。いろいろもらえますんでね。まあ、運良かったら金枠も手に入るしね。まあ、電動はちょっとほぼ諦めてますけど、これね、タップがね、長いんすよね。
これなんかスキップボタンとかあればね、いいんだけどね。スキップしたいもん。あと30個あるからな。もうスキップしたい。スキップ機能を実装してほしいわ。いや、ちょっと朝礼は1個しか出てないね。ちょっと厳しいね。まあさ、300% ってもはやどういうことって感じだけどね。300% ってさ、100% 超えてるから絶対出るんじゃないのって感じだけど、そういうわけでもないのかな。どの基準からの 300% なのかがちょっとわかんないけどね。ちょっとなかなか出ないな。もう1個ぐらいちょっと来ないと割に合わないんだけど。お、来た、オッケー。2個目。さあ、もう1個来たら結構、気はいい方だと思う。さあ、頼むぞ。まあ、レアから金枠でもいいですけど、いや、ちょっとね、今日普通にオーバーロードのスキンが判明すると思ってたんですけど、まあ、ちょっとまだ判明しないということでね。まあ、楽しみではありますけどね。まあ、でもあんまりね、ちょっとオーバーロードで僕課金ちょっとね、しない方がいいかなと思うんですけどね。ちょっと課金抑えときたい欲はありますけど。さあ、出るか。残り10個近い。来ないね。さあ、頼むぜ。あと10個。これも連打が疲れんのよ、連打が。うわ。さあ、あともうちょっと。さあ、出るかな、出るかな。なかなかやっぱ来ないか、やっぱ2個、予想通りの2個になりそうだな。やっぱね、だいたい50個開けると2個ぐらいのペースなんだよな。あんまりよ。これ、厳しいぞ。はい、ラスト。2個かな。これで次ラスト。あー、ダメか。はい、じゃあ2個ですね。まあ、この2個開けて終わりにしましょう。一応カエルもあるから、カエルからやるか。え、なんか20金券当たった、やった。カエルなんかスキップしちゃったな。はい。お願いします。さあ、来い。いいの来てください。なんかルーレット長くない？これ当たり演出ですか？おー、外れです。外れでした。はい、もう一回。はい。さあ、お願いします。いいの当たってください。さあ、何が来るかな？さあ、どうだ？おー、ダメだ。はい、まあね。一応このルーレットが楽しめるということでね、ぜひ皆さん。300% アップあるんでね、やってみてください。300% って意味わからんけどな。ドロップ率 300% って。はい、ということでね、明日の0時からオーバーロードコラボも来ますんでね、ぜひ皆さんね、ガチャ回してみてください。まあ、こっちのね、ガチャもあるんで、これもね、気になる方は回してみてください。ということで、よかったらチャンネル登録、高評価、ぜひぜひお願いいたします。ありがとうございました。